っぱり YSP。 はい、早速実電気調査ですね。一応形としてはエンジン形式などは変わってないんですけども、こう日々コンピューターがアップグレードされている可能性がありますから、実際の燃費はカタログ上変わってなくてもですね、良くなってたりする可能性もあるんですね。早速ですね、今回もこの新型の R25 燃費を見ていきましょう。ルールはいつもと同じです。見えますかね、満タンに入ってます。そしてトリップメーターは0ですね。0。この状態で走ってみて実際の燃費を測ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。走行距離を見てみましょう。走行距離が現段階で48.1 走ってきました。ちなみに燃費計を見てみると 2.3、 100キロ走るのに使う燃料が 2.3 ということなので、ざっくり40ぐらいですかねの燃費表示を、まあだいたいこの辺を 2.3 から 2.8 ぐらいの間をうろ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 している感じでしたね。それでは引き続き今度はまた街に入っていきますよ。引き続き燃費調査を続けてみたいと思います。さあ、そんなわけでお店の方に帰ってきました。今日のコンディションをおさらいしてみましょう。まず天気はすごく良かったですね。そして道は比較的空いてました。ほぼ渋滞にははまってない感じになります。で、あとはですね、ちょっとね、風がすごい強い感じでしたね。風は場所によって、まあ特にアクアラインの上なんかはもう車が風で傾くような、そんな強風の中を走行しました。で、ルートとしては有料道路、そしてまあ湾岸線とかね、あとはそのアクアラインみたいなところ、それと峠道みたいなところも結構走ってます。で、もちろん市街地も若干走ってます。なので、まあ全てがバランスよく入ってるかなっていう感じではありましたね。で、バイクの方のコンディションはほぼ新車でした。まあこれはね、燃費調査にしては悪条件になるんですけど、まだ当たりが出てないので、こう少し多分悪めに出るのかなっていうのと、そしてですね、あとは僕ら自身も実際にこう燃費に対していい数字を出そうとした運転は一切してない感じですね。全部普通に乗った感じです。無駄に飛ばしたりはしませんけど、ただ逆に燃費自体が、いいように出るように優しくアクセルを開けるとか、そういうことはしてません。なので本当に一般的な運転という感じになってます。で、もちろんバイク自体は慣らし運転なんですけど、慣らし運転は8400回転まで回せるんですね。で、普通に乗ってりゃそんなにもう今の250回さないんですよね。もうそこまで回すと結構スピードが出てしまうので、まあ危ないというかルール違反になってしまうので、そういったことはないような感じで走ってきています。そんな感じでした。まあそんなわけで結果の発表を早速してみたいと思うんですけども、気になる結果はですね、まず総走行距離が 201.2km でした。まあこれさっきも言いましたね。そして使った燃料は 5.78 なんですね。で、 WMTC 値というカタログ上での燃費、要は実際の使用を想定した燃費ですね、がこのバイクね 27.2 という公表値になってるんですね。で、我々が今回測定した結果ではですね、
34.8 というふうになりました。 34.8 ですね。でこれちなみにあの燃費計ってあるじゃないですか、バイクの最初についてる燃費計、これがちょっとねあの普通の我々がよく使っている、リッターあたり何キロ走れるかではなくて、100キロ走るのに何リッター使うかっていう表示方法なんですね。まあ、ちなみに 2.7 だったんですけど、数字は少し馴染みがないかもしれないんですね。100キロに対して 2.7、まあ、単に100を 2.7 で割ればいいだけなんで、そっちの燃費計では37が出てました。カタログ燃費が 27.2、 そして我々が走行した中で 34.8、 そして燃費計は37を指しているというふうな感じの結果になりました。なのでまあ実際ね、燃費計の方はほどほどにその見るタイミングっていうのもやっぱりあるんで、ほどほどに正確なのかなっていうのが本音です。今回たまたま E 目に出たんですけど、悪目に出る時もあるでしょうし、大体のところは合ってるのかなぐらいの目安にはなるんじゃないかななんて思ったりはしてます。そして実際今回 34.8 っていう燃費が出て、これがまあいいのか悪いのか、数字で見たら驚異的ですよ。もう 125cc のスクーターなのって聞きたくなるような燃費が出てはいるんですけども、当然体重だったりとか、その日のコンディションだったり、季節だったり、空気圧だったり、いろんな要素ですごく上下はするとは思うんですけども、ただですね、これぐらいの数字が出てくれるのであれば、もう十分なんじゃないかなっていうところは言えるんじゃないでしょうか。で、これもちろん燃費って数字で出せますよね。多分ご自身でも自分のバイク測ることはできると思うんです。本当の正確っていうのはね、なかなか難しいんですよ。ガソリンスタンドでジャーッと入れるあの機械だって、計量機ですけど、ものすごい正確なわけじゃないと思うので、だからそういったところ、あと入れる場所とかね、車体のその傾き方によってもですね、ぴったり口切りで入れたつもりでもですね、若干の上下は出てくると思うので、あくまで目安として見ていただきたいなっていうのはもちろん燃費調査としてはあるんですけども、ただもう毎回毎回燃費調査でバイクに乗るたびに思うのは進化ですよね。これ表だってモデルチェンジしましたっていうところに皆さん目が行くんですよ。例えばトーリスフォークがついたよとか、外観変わったよとか、そういうところっていうのはもちろん分かりやすいのですごく目が行くんですけども、そうじゃなくて何年間も何年間も同じ形に作ってるように見えても、バイクってやっぱりね、中身がねこっそり進化してるっていうのが実はあるんですね。表には公表してないんだけれど、ちょっとずつコンピューターが書き換えてるとかで、その進化していく、だからそういったところはですねすごく感じる部分なんですよね。同じじゃあモデルチェンジ前の R25 でも初期型と最終型で乗り比べると、そのなんかね全然違うんですよね。でこれは別に R25 に限ったことじゃなくて、この前はねマジェスティ S ですごい感じたんですけど、アクセルの付きの良さっていうんですかね、滑らかさで、そういったところがですねすごく良くなってる。これって多分燃料噴射のところいじってるんだと思うんですよね。よりより良くなるようにずっと開発してくれてる人はですね、水面下で努力し続けて定期的にこう更新していき、多分もう今時代的にはそういう時代なんですよね。スマートフォンとかもそうですもんね。こうより使いやすくなっていく、その恩恵っていうんですかね、そっちの方がなんか大きい気がしますね。リッター何キロこっちが走る走らないじゃなくて、もう十二分に走る燃費ではあるので、それよりもそのスロットルに対する扱いやすさっていうものをですね強く感じる。でバイクを上手に走らすコツって滑らかさだと思うんですよ。一つに当然そのタイヤの接地感がどうとかいろいろ言い出すときりはないんですけど、そうじゃなくてやっぱりそのバイク自体が扱いやすいかどうかというところがですね、ものすごく安全運転をするにもスピードを出すにも何をするにも重要になってくるんじゃないかなっていう部分があるんですけど、そこに対して最近のバイクの進化でやっぱり感じるのはアクセルのその扱いやすさ、本当にシームレスにという言い方がいいのか分かりませんけども、滑らかに思い通りにひねったのに合わせて手足のように扱える、そんなスロットル、要はもうこれでギクシャクしたらライダーの責任だねっていうぐらい滑らかに面を追うごとに増していくんですよね。そういったところの進化というのがですね、やっぱ非常に強く感じさせるような燃費調査でした。そんなわけでですね、今回の燃費調査、皆さんのお役に立てるのでしょうか、楽しみにしております。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。